ドリームチェイサーです。今回はこちらピックル卵3種類ミニオンズと映画ドラえもんのび太の宝島そしてすみっこ暮らし3種類一緒に見ていこうと思います。まずはこちら新商品のミニオンズですね。はい、とっても可愛いマスコットが出てくるようです。お湯の色は黄色、何の香りかというとトロピカルフルーツの香り。マスコットは全部で5種類になっていて、はい、ケビン、スチュアート、ボブ&ティム、ジェリー、カールの5種類のいずれかが入っています。まあ、欲しいのはこれですね。ボブ&ティムのこちらの商品出てくるまで頑張りたいと思います。はい、いくつ並べてても可愛いのでね、いいんじゃないかな。はい、ミニオンズ1個380円でした。はい、黄色のまん丸のボールになっています。これがミニオンズの顔ついてたらもっと可愛かったですけどね。こちらは普通の何も絵が描いてないタイプのものになります。はい、あ、フルーツの香りがしてきました。いい香りが広がっています。では続いてはこちら開けていきましょう。転がっちゃった。のび太の宝島のドラえもんの入浴剤ですね。入浴剤自体がドラえもんの顔になっていてとっても可愛いです。こちらはマリンの香りです。人形は全部で4種類、ドラえもん映画バージョン、ドラえもんとクイズ、ドラえもんとミニドラえもん、そしてドラえもん過去空気砲になっています。過去2回やっていてドラえもんの空気砲バージョンとミニドラとのセットがゲットできていますので、ぜひぜひこちらの映画バージョンのドラえもんゲットできたらいいなと思います。はい、では開けていきましょう。はい、今回のドラえもんも結構綺麗なバージョンが入ってきてますね。たまにこう顔が欠けていたりするとちょっと残念だなと思うんですけど、今回は綺麗なものがゲットできました。ちょっと開けるの難しいかな。でも顔をちょっと引っかきたくないので丁寧に開けていきます。はい、こんな感じ。ちょっとウィンクしてるの分かりますかね。はい、可愛いお顔のドラえもん。はい、では最後すみっこ暮らしも見ていきましょう。こちらはシャボンの香りになります。水色の入浴剤ですね。はい、マスコット全5種類は白クマとペンギンとトンカツ、猫、トカゲのいずれかが出てきます。はい、こちら前にも2回やったことがあるんですが、なんと2回ともトカゲ。たくさん飾っていても癒されるとっても可愛いフォルムになっています。まあでもね、今回は他のキャラクターが出てきてくれたら嬉しいな。入浴剤自体は白クマの形になってるんですね。開けていきましょう。はい、可愛い、ちょっと薄い水色ですね。こちらもちょっとつなぎ目のところを引っ張ってあげると綺麗に外れやすいと思います。はい、出てきました。上に手ぬぐいか何か乗せてるのかな。そんな感じのデザインでちゃんと尻尾までついてるの、とっても立体的で可愛いですね。しっかり作られてます、すみっこ暮らし。はい、では早速こちら3つ一緒に入れていきましょう。はい、では一気にお湯の中に入れていきます。せーの、ドボン。はい、今回は黄色と青なのでとっても綺麗な緑色になってくれるんじゃないかなと思います。混ざっていく様子もとっても綺麗ですね。はい、思ったより泡も上にブクブクブクとくるタイプではなくて、優しく静かにシュワシュワしてますね。さあ、どうかな、誰が出てくるかな。
みっこグラスではちょっと猫が気になってるので、猫出てきてくれたら嬉しいですね。何が来るかな。3箇所いい具合にこう分かれて、あ、ちょっと寄っちゃいましたね。何と何が寄ったのかな。これ黄色かな。黄色ってことはここからは、ミニオンズ出てくるかな。ドラえもんはどっちかな、奥かな、手前かな。お、緑色も安定してきましたね。最終的にもこんな色で落ち着きそうな気がします。お、みんな寄ってきました。軽くなってきたかな。置いてくるかな。どれが一番かな。ミニオンズかな。目から出てきた誰かわかんない。これじゃ誰だろう。誰から出てきたかな。目は2つっぽいですね。誰が出てきたかな。この顔はちょっと顔で判別できるほどあれなので、ちょっと手の部分出てきてくれないとわかんないな。あ、すみっこ暮らしは白っぽい。あ、やったー。やばい、ミニオンズ一番欲しかったやつが一発で出てきちゃいました。じゃあ次はケビンとスチュアート狙いかな。はい、ということで一番初めに溶け切ったのはミニオンズです。はい、ミニオンズからはボブ&ティムが出てきました。はい、首をかしげていて、オットアイ、そしてクマのぬいぐるみを持っているので、もうバッチリボブですね。なんかでもこの角度がもうちょっと下がっていてというか、もうちょっと低い感じで、口元がもうちょっと出てて欲しかったかなっていう感じですね。口の凹凸がちょっとわからないレベルなのが残念。ね、ちょっとこちらの絵で見てみると、口がニッコリしたお口がしっかり見えてるんですけど、それがちょっと見えないのは残念ですね。はい。そしてクマちゃんも、すっごい細かいんですけど、うっすら目とか鼻があるかなっていう感じで、ポチポチでもいいので、目とか鼻の部分がわかるようなデザインになっていたら、よかったかなと思います。でも可愛いです。はい。足が小さいので、一人で立たせてあげることはできないのですが、こうやってチェーンを通してあげると、ぶら下げられていくつも揃えるととっても可愛いんじゃないかなと思います。はい、ポケットのところはうっすら見えますね。こちらもうちょっと集めていきたいかなと思います。まさか一発目で出るとはびっくりです。はい、そして今日はめちゃくちゃ引きが良かったんですね。はい、猫出てきたらいいなと思ってたら、すみっこ暮らしでは猫が出てきました。すごい嬉しい。はい、猫です。下の部分このように穴が開いているので、前にゲットしたトカゲと重ねることもできますね。反対側にも乗せられます。はい、とっても可愛いです。ちゃんと模様もついていて、尻尾もあって、はい、よく作られていると思います。鼻の部分もしっかりと真ん中のところにちゃんとデザインが来ていて、綺麗な顔してますね。はい、トカゲと猫揃えられたので、今度はここら辺狙いたいかな。ペンギンの色もすごい綺麗ですし、トンカツ、白クマ、あと3つなのでね、またやってみたいと思います。はい、そしてめちゃくちゃびっくりなんですけど、ドラえもんは、映画バージョンのドラえもんは来ました。欲しいなと言ってたのがレンちゃんですね。全部当たってきてくれました。はい、こんな日もあるんですね。
帽子の部分が大きくてとっても存在感があります。下の部分は平らなのできちんと座らせることもできますね。はい、残るはドラえもんとクイズだけになりました。すごい、3回でバラバラのが来てくれるとすごいテンション上がりますね。残り1個うまく来てくれるでしょうか。こちらもまたやってみたいと思います。はい、ドラえもん映画バージョン、これは絶対欲しかったので本当に嬉しいです。はい、というわけで今回はビックラ卵、ミニオンズ、すみっこ暮らし、そしてドラえもんのび太の宝島、3種類一緒に見てみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。